死んでたフォレスト見てひどいなって言ってたのに、1分後パンパン打ってるんやもんな。ひどいな。いやでも襲いかかってくるから、襲いかかってくるからあいつが。だいたい生きとった時から気に入らんかったしね。いつでもやってもうたろうとは思ってた。お、誰こいつ。あなたはアルファチームのクリスだ。君たちを助けに来た。リチャード生存者。おい、どうしたんだ。膝もくらされてる。ここがやばい。早く逃げた方がいい。怪物が。うわあ、もう絶対あかんやん。喋らないで。どうやら毒蛇に噛まれたみたいなんです。でもその傷口がものすごく大きくて。あれはただの毒蛇なんかじゃねえ。化け物だ。血清がいるんです。でも別の部屋に置いてきて。俺が取ってこよう。急いでください。何待ってろ、すぐ戻る。何ちょっとタッチしてんの。すぐに取ってくるって言ってめっちゃ走ったけど、このドア開けてからはもうゆっくり歩くよ。うん、上司の見てるとこでだけなんかテキパキ動く感じな。あの部屋な、なんか血清あるとか言うてたな。うん、いろんなとこ開けていこう。え、何これ、急がなあかんの、これ。うぅぅ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 ぅ。これマップ見てる間も時間進んでんのかな。それはやめてほしいな。何？そうか、ずっと寝てたもんな、ここ。クリティカルが出て助かった。あれはもう復活せへんわけやな。頭吹っ飛ばすって狙ってできることなんかな。うわー、びっくりした。ああ、うわあ、もうクソが。ああ、痛い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 、きっつ。どこ打ってんねん。うわ、ここはやりにくい。ええー、無理や。ちょ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 、一回入ろ、一回入ろ、一回入ろ。うわ、めっちゃ燃やさなあかんやん。ここな、結成。うわー、臭くを。マジかー、しんど。ショットガン持っていこうかな。アイテムいっぱいにすんのもなー。よいしょ。うわ、どうしよう。ここでセーブしたらでも
詰むかもしれんな。時間制限があるとか言われたし。おる。お、来てるな。来いや。うわぁ。まだ生きてんの？死んだ？どっち？そうか、リロードする弾がないんや。2発使ってもた。1発でよかったのに。よし、だって2種類の銃持って、で2種類の弾持ったらもうほぼ何も持てへんよね、このおっさん。あれ、これどこや。こっちやな。それきついな。よいしょ。どうや。結成だ、こいつだろ。ええ、ありがとう。今結成を打ちます。しっかりしてください。何持ってんの、あれ。手にこれを持ってろ。通信機だ。気をつけろよ、レベッカ。リチャード。大丈夫、気を失っただけです。レベッカ、ここも危険だ。リチャードを安全な場所へ連れて行くぞ。はい。結成は撃ったんかいな。リチャードは大丈夫です。すぐに回復するはず。ほんまに？君はリチャードを頼む。めっちゃ触るやん。はい、彼が良くなったら二人で後を追います。レベッカ、銃は使えるな。はい。よし、俺は他の部屋を調べてくる。気をつけて。腕めっちゃ太いのよ、みたいな。くれぐれも。はあ。ただいま。この部屋、いろんな薬品が揃ってるんですよ。大抵の傷は手当てできますけど、やりましょうか。ほう、して。ああ、頼む。いっぱい触って。やった、助かった。それにしてもここにあるのはほとんどアンブレラの薬ですね。アンブレラ。お前は誰なん。ほんで、ラクーンシティにある大手の製薬会社ですよ。なんちゅう格好してる。あらゆる種類の薬を作ってて、これらもその一部です。薬は残り少ないので気をつけてください。そんなこと、そうなん。さっき言ってよ。限りがあるんやったらさ、さっき言ってよ。なんなんこいつ。なあ、ほんま不親切やなこいつら。ほんま親切やと思ったら。これしんどいな。ショットガンはだからもう弾までは持っていかれんな。
で、セーブしよう。まだあの赤いやつが来てもハンドガンでええかもな。多少しばかれててもそうそう簡単にこの男は死なへんのやろ。弾薬の代わりに体力を消費していったらええんちゃうかなと思ったりはするけど、今んとこハーブは いろんなとこにあるしね。小さい鍵一応持ってくかな。うわアイテムいっぱいさっさとこの鍵を使い切りたいな。そりゃ無傷で弾も使わずに切り抜けられたらそれに越したことないけど。今んとこショットガンの弾は貴重やもんな。灯油ってどこどこ置いてあったっけな。ここはあのハゲがおった部屋やったっけ。ちゃうわ。めっちゃ毛生えてた。とりあえず鍵を使ってしまいたいから、東側行こう。建物のもやってんのか。延長しとこう。ここは兜やったっけな。覚えてきてるわ。いや、クリアまではないんじゃないかな。そこまでやるかな。びっくりした。アホ。
死んだ、生きてる、死んだ、生きてる。うん、草を持つ余裕がない。誰だってびっくりするわ。うわ、いや、落ちてる、なんやこれ。先行集団って俺どこに手に入れてんの一体。取ってるけどどこに、どこに。はい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 、アイテム持てへんのじゃ俺は。もう今暗くてよく見えない。ここな、はいはいはい、ここにつけんでもライターで直接照らせ。なんじゃこらボケ。あ、また押せるわ。ちょっと どっち側に押すかでちょっと悩むわ。こっちにしよう。それだけ。ショットガンの弾欲しかったな。うおー、くそとか。起きてくる、どっち。起きてきた。もうなんやねん、もう。うわ、もう、ここな、ここな、はいはいはい。だが拾える、どこの話。どこに落ちてんのこれ。全然見えなかった。あー、くそー。あ、クリティカルで頭を吹っ飛ばした時はダガーが落ちる。あ、そういうことなんや。汚っこのドア。こんな燃やしときたいな。また来るしな。これでも燃やしたってこれアイテム欄が開くわけじゃないからな。さて、ああもうこいつもそうか。また来るしな。いやー、どうしよっかな。全部焼いていきたいけどな、ほんまは。一箇所に固めて焼きたいわ。そうやそうや、この部屋何やったんや。いきなりこれも魔法やん。やってることが。眠れる重視、眠れる重視、眠りを妨げる者に制裁を。
スイッチがある、押しますか。いやもう絶対押したらあかんやん、もうこんな眠れ不注視。めっちゃ寝てるやん。くぼみに何か置かれている。格子があって手が届かない。はあ手が届かない。いやもうす、お、動く。どういうことや、押せるんか。なるほど、この壁の絵がヒントかな。ヒントの通りになんか押して配置を変えたら、格子が開くみたいなことか。縦、何これ、縦、斧、剣、槍かな。剣、斧、盾、槍。押し込むかな。押し込む、押し込むか。ああ、ちょっともう一回やり直したし。順番に押し込んだらええんか。左からでええかな。どうなんやろな。何やねんこの仕組み。縦、斧、剣、槍の順番で戻してみるか。じゃあ縦、斧、ああしまった一番奥まで、奥の方まで押さない、カチンってならへんねや。もう一回先のやつお願いします。すんません。何回も。じゃあ縦を、勝手に、なんで縦を押し込むと剣が、あ、色が分かれてるわ、外枠の。違うか、押し込んだから色が変わったんか。斧、じゃあ、あ、出てきた。何言ってんのどういう仕組みや。なんか、あ、パズルか。全部なんかの法則があって、なんかの法則があって出てくるんや。それを全部押し込めたらええってことか。縦を押し込むと剣が出てくる。剣を押し込むと、あ、ハルバードか、これ。ハルバードを押すと何？斧を押すと、斧を押すとこの2つが出てきたよな。で、盾を入れると剣が出てきた。あ、あれ？なんかうまいこと言ったわ。
これでじゃあ押したらええってことか。押してみよう。怖い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 。大丈夫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 。殺してくれ、殺してくれよ、おい。はあ、アイテムを6つしか持てへん、アホな俺を殺してくれよ。